分かった、買ったらしいじゃない GR。 え、もう来て一月経っております。どうよ。もう3000キロ超えてますけど、買ってよかったと思ってます。それでね、がっぽり儲けようとしてんの。いや、そりゃそれ意図はそれはありますよ。で、いや、がっぽり儲けらしませんよ。うん、だからちょっと毒吐いてみなよ。何するんですか。え、だからほら、俺は買ったのに他の人なかなか買わないとかさ、何でもいいから。いや、それしよう。え、だから俺が車買わないって言ってんの。だ、俺は言ってる通りに、まあもちろん何を買っていいか分かんなくなっちゃうから、そう、とりあえず車を、まあ、むやみに動いちゃうと、そうそうそう、無駄になっちゃう、うん、まあそれは冗談ですけど、なんかあのフォーロケーション取るらしいじゃない。そのこと本当聞いてもう、あの、嬉しくなりまして、まあその取らないって噂が流れてから何度か記事の中で主張もしましたから、別に私の書いたことが影響してるなって一切思いませんけど、まあ、結果的に嬉しく思っております。あの GRS 何が一番楽しい。あ、後ろに書きたいみさんと、原稿にも書きましたけど、はい、トヨタのスポーツ系の車のいいところ、例えばどの車でもその扱いにくさとか乗降が悪いとかそういう困ることがないこと、80スープラのような、GT 性の、安定性とか、僕の車の場合はアダプティブクルーズをつけてるとかもありますけど、そういう GT 性の高さ。不満は、不満は、シートの高さ。これは RZ ハイパフォーマンスのシートはやっぱちょっと角度が違って、あのスタンダードの人より高いそうです。あとはなんだっけ、サスペンション、やっぱりちょっとあの KYB の副頭式はそうなんですけども、やっぱり地面悪いとこ行ったりするとあの追従の悪さとかあるんで、そこは結構ね、高速道路とかはしっかり乗り心地がいいよね。あの高速流してるとすごい快適です、ね、そういうことも含ん で一般道も結構あのラベルてなければ結構いいよね。いや、そう思う時も多々あるんで、第2力ちょっとドシッとくるでしょ、はい、ね、で今まあ副頭と言いましたんで、まあ、ということは、まあ、できる手段がございますねということでございます寝落ちをすると、はい、さっき来たみたいに頼んでたね、あれね、寝落ちしたらすっごい良くなる。その可能性はとても感じますね。あれサスペンションとか見ると結構しっかりしてるし、ええ、だからダンパーの径も太いから、ええ、あれ動くようになったらいいよな。いや、あのぐんと良くなるんじゃないかと思ってます。そうなったらなんか競技出る。だとしたらあの RZ ハイパフォーマンスを買ったことが間違いだったんじゃないかと。でどうすんのこれから車、まあまあサスペンションやると、ええ、その後は基本的には GT カーとして使うんじゃないでしょうか。じゃあ GT ウィングは、GT カーとして使うんだったら。いや、それとこれは違うんじゃないですか。リアウィングかっこいいじゃん、森蔵さんが乗ってたやつ。まあ、つけたくないの。ハッチバックにスポイラーはまあかっこいいと思うので、ちょっと考えないと思ってます。あとはタイヤそのまま、スノータイヤ買うんじゃないですかね。スノータイヤね、まあ、タイヤ減ったらもう考えなきゃならんでしょうし。で、ブレーキは、ブレーキも減るまでですけど、ちょっとゴミが出すぎなところがありますね。なんかブリックのダッパー、あのブリックのバットはゴミ出ないのあるらしいよ、聞いて。あ、それはちょっと期待ですね。ちょっとあんで、僕のやつマットカラーのホイールなんで、あんまり汚れが落ちが悪そうなんで。シート、シートは変えたいですね。あの高さ変わったらなんかいろんなことが劇的に変わるんじゃないかと勝手に思ってはいるんで。安藤さん、なかなかあの長田面白くないんだけど、どうしたらいいか。うん、面白くないんだけどどうすればいい。真面目です。酒飲まなきゃダメかしらね。酒飲ましてだけど今度だけど、もうちょっとお話ができるので。なかなかあれだよね、こう永田の生を見たことがある人は少ないだろうから。あるでしょうね、うん、まあ、今度もう一回じゃ酒飲んでやるのかね、うん、ボツ、いやボツじゃない、まあ、これはとりあえず使うけど、うん、次は酒飲んで、まあ、暴れてみね。はい、じゃあ皆さん手を振って。